形は一条等で培養されている分化していない状態の植物細胞の塊。植物細胞の分化は何種類かの植物ホルモンの濃度比によって制御される。このことを利用してカルスの作成、維持、植物個体への細分化を操作できる。現在、カルスとは前述の通りの意味であるが、もともとは植物に傷ができた時、 その傷口に見られる未分化状態の家傷組織のことを指していた。いずれにしても形成過程の違いこそあれ、分化していない植物細胞界という点で同一のものである。分化した植物細胞は G レーキという特別な細胞周期に入り、細胞分裂を行わずに休止している。しかし、このように分化した後でも植物細胞は分化全能性を保持している。 そのため、一旦未分化の状態に戻せば、周囲の環境の調節次第で、あらゆる方向へ再分化させることができる。この脱分化された植物細胞こそがカルスである。脱分化及びカルス形成の方法の一例として、植物体の一部を切り取り、植物ホルモンのオーキシンとサイトカイニンが適当な濃度で含まれた培地上で培養することが挙げられる。この時、 使用する植物組織も含めて、殺菌、滅菌をしっかりと行い、完全な無菌状態で操作する必要がある。また、脱分化の際に、植物細胞が要求する植物ホルモンは、オオキシンとサイト解ンを両方必要とするもの、どちらか一方だけで良いもの、双方不要なもの、特定の植物ホルモンの組み合わせのみで起こるもの、特定の糖や、 窒素源を要求するもの、など、植物種や組織によって様々である。カルスは、その特性上、様々な利用法が考えられている。ありがとうございます。